アムステルダム、アムステルダム、オランダ語は、オランダの北ホラント州の基礎自治体、ヘメエンテであり、オランダ最大の都市である。人口82万654人、2012年、都市圏人口は228万9762人に、上る。商業や観光が盛んなヨーロッパ屈指の世界都市で、ある。オランダ語での発音は、カタカナで表記すると、 アムスタダムに近い。地名はアムステル川のダム、堤防の井、ダム広場の港を参照。憲法に規定されたオランダの首都だが、国会、中央官庁、王宮、各国の大使館など、首都機能のほとんどはデンハーグにある。もともとは小さな漁村だったが、13世紀にアムステル川の河口にダムを築き、町が築かれた。16世紀には、 海運貿易の港町としてヨーロッパ屈指の都市へと発展した。現在のアムステルダムはアムステルダム中央駅を中心に市内に網の目状に広がる運河やその運河に沿って並ぶ無双徳時代の豪商の邸宅、自転車、飾り窓の女性たち、アンネ・フランクの家などで広く知られる。アムステルダムはアントウェール・ペンカー落語に発展した。歴史的に オランダ自体フランスの交易北口であった。南口のマルセイユ、時にはジェノバまで、内陸に交易路が発達した。ジョン・ローとホープ商会は、スコットランドと交流があったことの例である。ジョン・ローは短命であったが、ホープ商会は今なお、アムステルダムの銀行家を代表する。アムステルダムは13世紀に漁村として築かれた。伝説によれば、 犬を連れて小さな船に乗った二人の漁師がアムステル川の川岸に上陸して気づいたということになっている。アムステル川をせき止めたアムステルのダムデカメートルインデアマストルというのが町の名前の由来。1287年12月14日、北海からの高波がゾイデル海に流れ込み、セールチアサイの洪水と呼ばれる大水害を引き起こした。これによって、 ゾイデル海は大きく拡大するとともに、北海へと開港することになり、ゾイデル海の一番奥にあるアムステルダムが、海陸の接点とて注目されることとなった。1300年、または1301年に、自由都市となり、14世紀には、ハンザ同盟との貿易により発展した。やがて15世紀には、ハンザ同盟をしのいで、バルト海交易の中心地とな、行った。 16世紀には当時ネーデルラント17州を支配していたスペイン王フェリペ2世やその後継者に対する反乱が起こり80年戦争へ発展したこの間アムステルダムは独立派に組みしていた1585年8月に南ネーデルラントのアントウェルペンがスペインのパルマ港アレッサンドロ・ファルネーゼに降伏するとアントウェルペンの新京都商人がアムステルダムへと 続々と移住し、アムステルダムはそれまでのバルト海交易のみならず、それまでアントウェルペンが支配していた地中海交易や新大陸、アジアからの交易をも手に入れ、これによってアムステルダムは世界商業、金融の中心地となっていった。独立を獲得したオランダ共和国はその宗教的に寛容であった。スペインやポルトガルからはユダヤ人がレコンキスタから逃れてきたし、 アントウェルペンからは、交渉が進出してきた。ユダヤ人は、このアムステルダムとアントウェルペンで、ダイヤモンドの加工を生んだ。フランスからはユグノーが安住の地を求めてやってきた。フランドルからの豊かで宣伝された移住者はオランダ語の基礎を作り、オランダの商業的発展の礎を築いた。1609年に、ベネツィア流のアムステルダム銀行ができた。17世紀は、 アムステルダムの黄金の時代と考えられている。17世紀初頭、アムステルダムは世界で最も裕福な都市であった。アムステルダムの港は浅かったものの広く、交易の欠設点並びに商業の中心地としての魅力はその欠点を補ってあまりあった。1595年、アムステルダムの商人はコルネリス・ハウトマンの船団をアジアへと派遣し、船団はジャワ島から、 東方の物産を積んで帰国した。これによって東方貿易ブームが起きるが、あまりにも過渡競争となったために、1602年に東方貿易の独占権を持ったオランダ東インド会社が設された。アムステルダムの港を発する商船は、北アメリカ大陸やアフリカ大陸をはじめ、現在のインドネシアやブラジルまで含めた広大なネットワークを築いていた。 アムステルダムの貿易省はオランダ東インド会社 VOC やオランダ西インド会社 WIC の主要な地位を占めていた。これらの特許会社は後世のオランダ植民地を形成する海外権益の基礎となった。具体的には中南米のプランテーションで生産された砂糖が送られてきた。アムステルダムは欧州で最も重要な交易市場であったが、 世界を牽引する金融中心地でもあった。アムステルダム証券取引所は世界初の常設取引所であった。チューリップバブルでは先物取引などが行われていた。ヘーレン運河、プリンセン運河、ケーザー運河といった運河が同心円状に建設され、アムステルダムの運河網が形を整えていったのも小時代である。 オランダはこの時代世界で最も出版の自由や言論の自由、思想の自由が保障されている国であり、宗教的にも寛容であったため、ヨーロッパ各国から文化人が亡命し、オランダ、特に最大都市であるアムステルダムに今日構えた。アムステルダムには、この当時400件の出版業者が軒を連ね、ルネデカルトなどもアムステルダムに落ち着いている。こうして、アムステルダムは、 文化の中心となっていった。アムステルダムの人口は1500年には1万人を少し超えるくらいであったが、1570年には3万人、1600年には6万人、1622年には10万5000人、1700年には約20万人と急増した。それから150年程度はほぼ横ばいであったが、 第二次世界大戦前の100年で4倍に急増して80万人となり、それ以降は安定している2005年1月1日現在の人口は74万2951人。18世紀から19世紀前半にかけてはアムステルダムの繁栄にも陰りが見えた。イギリスやフランスとの相次ぐ戦争はアムステルダムの富を搾取した。 ナポレオン戦争の頃がどん底であった。しかし、1815年にオランダ連合王国が建国された頃から徐々に復興し始めた。19世紀終わり頃は、二度目の黄金時代と呼ばれることもある。アムステルダム国立美術館、アムステルダム中央駅、コンセルトヘボーが建てられた。同じ頃、産業革命がこの地に到達した。 アムステルダムライン運河が開通し、アムステルダムからライン側へ直行ルートが開かれた。北海運河も開通し、北海への最短ルートを提供した。この二つのプロジェクトの完成は、欧州内陸部と外部との通称を活発にした。第一次世界大戦の少し前には、地域が拡大し、新市街が拡張された。第一次大戦ではオランダは中立国であったが、 アムステルダムは食料不足と暖房用の燃料不足に苦しんだ。物不足から市民の暴動が起き何人かが犠牲となった。第二次世界大戦では1940年5月10日にナチスドイツがオランダに電撃侵攻したった5日の戦闘で占領された。ドイツは国家社会主義ドイツ労働者党。 ナチスの優等的存在のオランダ国家者主義運動、オランダナチスによる文民政権をアムステルダムに発足させ、占領政策に協力させた。戦争の最後の1ヶ月間は通信手段がすべて奪われ、食料と燃料の供給も断たれた。多くの住民が食料を得るため農村に向かった。犬や猫、砂糖大根までもが生きるために食料とされた。 アムステルダム市内のほとんどの樹木は切り倒され、燃料とされた。また収容所送りになったユダヤ人が住んでいたアパートは取り壊され、木材は燃料とされた。第二次世界大戦後、アムステルダムは復興し、再び欧州の主要都市となった。アムステルダムは北ホラント州に属し、フレボラント州やユトレヒト州と接している。市名の由来となったアムステル川は、 市の中心部で多くの運河に分割されて、最終的にはその運河群が中心部北側にある、アイワンに注ぎ込む。アムステルダムの平均海抜は2メートルである。周辺の土地のほとんどは大規模な干拓地で形成されており、そのため周囲は非常に平坦である。町の南西部には広大な人造林である、アムステルダムセボス公園がある。また、アムステルダムは、 長い北海運河によって北海と接続されている。アムステルダムは都市化が進んでおり、周辺地域を合わせたアムステルダム都市圏を形成している。市の面積は 219.4km であり、平均して 1km あたり2,275件の家と4,457人の住民が居住している。公園や自然保護区は アムステルダム市の面積の12%を占めている。アムステルダムの中心部の街並みは、アイワンに面したアムステルダム中央駅を起点として、放射状に広がっている。街の中心は、ダム広場であり、中央駅とは、ダム通りで結ばれている。ダム広場に面して、王宮が建っている。この王宮は1648年に、アムステルダム市庁舎として建設され、 ナポレオン戦争で、ルイ・ナポレオンが王宮として用いるまでは、視聴者として使用されていた。現在では、オランダの王家は、ハーグに住んでおり、この王宮は、迎賓館として使用されることもあるが、普段は一般に公開されている。現在のアムステルダム視聴者は、中央駅から、真南、ダム広場からは南東に位置する、ワーテルロー広場に面している。レンブラントの家もこの付近に位置する。 中央駅を起点として、運河も放射状に張り巡らされている。このアムステルダムの運河は、世界遺産にも登録されている。運河沿いの建物は、流通に便利だったため、間口の広さに応じて税金がかけられた。このため、運河沿いに、現在も残る家並みは、間口がどこも狭く、その代わり奥に非常に長く伸ばして作られている。この運河沿いの建物は、 現在も保存され、運河には観光用ボートや水上バスが走り、アムステルダム観光の目玉の一つとなっている。王宮から真西に行った運河沿いには、アンネ・フランクの家がある。放射状の運河の最も外角に位置するのが、シンゲル運河である。この運河は、1480年から1585年にかけては、アムステルダムの外堀に当たっていた。王宮の南西。 シンゲル運河にほど近いライッツェ広場には、私立劇場があり、交通の拠点ともなっている。またライッツェ広場周辺には、バーや、レストランも集まっている。シンゲル運河の南側には、アムステルダム国立美術館があり、そこから南西に広がる無声雲広場、英語読み、ミュージアム広場には、ゴッホ美術館、アムステルダム私立近代美術館、そして世界有数のコンサートホールである。 コンソーフと通りには高級ブランド店が立ち並ぶ。市の南部には、オランダ近代建築の父と言われるヘンドリク・ペトルス・ベルラーヘが、アムステルダム南部地域拡張計画において、プランニングし建設した地区が、現在も残っている。アイワンに面した、ジーバーグやウェストポーアとは、港湾地区であり、アムステルダム港の中心部をなしている。アムステルダムの気候は、 北海から吹きつける西風に強く影響を受け、欠片の気候区分では海洋性気候 CFB に属する。高層は主に内陸のヨーロッパ大陸側から吹きつける東風や北東風の時発生する。アムステルダムは三方を水に囲まれ、さらにヒートアイランド現象のため 25km 南東のヒルバースサムで気温が低く。 摂氏12度をしばしば下回る時でも、冬の夜でも、滅多に気温が低く、摂氏5度を下回ることはない。夏季は、適度に温暖で、暑くなることは稀である。最も暑くなる7月の平均気温は、摂氏17.6度で、30度を超えることは1年に、平均して2.5日しかない。アムステルダムの最高気温記録は、摂氏36.8度、 最低気温記録は低、摂氏24度である。コーウニス、中央区、セントラムのワーテルロー広場に置かれている。本庁舎建物は、歌劇場と一体となっており、ストプラ、ステイドヒューイスオペラと呼ばれている。アムステルダム市は8の行政区、ステイツデランに分割されており、西港区、ウェストポアとを除いて各区には、区役所を置いている。 アムステルダム港など管轄している西港区は、港湾、産業地区で住民が少ないため、区役所を置かず、市役所本庁が直接業務を執行している。また、中央区役所、スターツディールセントラムは、市役所本庁舎建物内にある。2010年まで15の行政区が存在し、次の通りであった。セントラム、中央区、アムステルダムノード、北区。 ウードズット、旧市街南区、デバースヘイス、BOS、エンラマー、クツンベルド、スロッターミール、オスト、ウォーターグラフスミール、オスドープ、ウードウエスト、旧市街西区、スロッターバート、ウェスターパーク、西公園、ウェストポーアート、西高区、ジーバーグ、ズイデラムストル、アムステルダムズイデュースと、南東区。2010年には、 アムステルダムの人口中オランダ人が占める割合は50.1%に過ぎず、アムステルダムの総人口の34.9%、18歳未満の人口の52.6%がヨーロッパ以外からの移民であった。ヨーロッパ以外からの移民の内訳としては、モロッコからの移民が最も多く、ついで旧オランダ領であったスリナムからの移民がほぼ同数おり、共に 人間を占める。イスラム教徒のほとんどはスンニ派が占めている。2016年に発表された世界の都市総合力ランキングでは世界8位と評価された。また、経済分野では世界19位と評価された。ヨーロッパ有数の金融都市アムステルダムには、ユーロネクストアムステルダム、旧名称、アムステルダム証券取引所、 オランダ銀行などが置かれ、オランダの多くの大企業がここに本社を置く。2013年のアメリカのダウ・ジョーンズらの調査によると、世界20位の金融センターと評価されている。日程企業だと、ルノーイコール日産アライアンスの拠点がある。アンネ・フランクの家など、観光資源が豊富であり、観光客を含む、 市内の宿泊数は2006年の年間800万泊から2016年の1400万泊へと拡大傾向にある。一方で、合法的なマリファナを楽しめるカフェや興味ホニーで、飾り窓などを訪れる地元が歓迎しない、観光客も増えており、問題となっている。アムステルダム市は、合法的な飾り窓が集中する、ワレン地区、いわゆる赤線の浄化対策に乗り出していたが、 観光客が多すぎて、商売にならないとする労働者からの声も上がり、ワレンチ区外での出店許可の検討も行っている。市内には、1632年に創立された、公立のアムステルダム大学と、1880年にある。この街は自転車に乗る人が多く、車道と歩道の間に自転車専用路が設けられている。中央駅付近には巨大な駐輪場があり、 絵葉書などにも自転車をあしらったものがある。市の南西に接する形で、アムステルダムスキポール空港がある。アムステルダム中央駅や、アムステルダム南駅などからは、鉄道で10から20分程度で結ばれている。アムステルダム南駅やアムステルフェーンは困難なため、トラムや自転車が主要交通手段である。運河沿いや路地など、細い道を除き自転車専用レーンが設けられ、 信号は自動車や歩行者とは別に自転車専用信号が設置されていることが多い。なお、自転車も道路右側を走ることが義務付けられており、自転車専用レーンであっても逆行は許されない。アムステルダムは世界で最も自転車の走行しやすい都市の一つとして知られており、わずかな料金で使用できる駐輪場や自転車スタンドが 町のあちらこちらに設置され、自転車文化が発達している。2006年には、アムステルダムには46万5000台の自転車があった。一方で、盗難も多く、2005年には5万4000台の自転車がアムステルダムで盗まれた。平坦な地形や自動車の運転しにくさなどから、アムステルダムでは自転車は、 すべての社会階層の人々によって利用されており、小さなアムステルダムで自転車道の総延長は4 0 0トルにも上る。市街地外周を環状に、オランダ鉄道の路線が設けられており、市街地北端のアムステルダム中央駅からは、オランダ全土への長距離列車だけでなく、ベルギー、フランス、ドイツなどへの高速鉄道や、オーストリア、ポーランド、 ロシアなどへの国際列車も発着している。なお、一部の列車は中央駅を経由せずアムステルダム南駅などに停車するものもあ、市街地中心部の鉄道網は、市、バスターミナルから GVB、コネククション、アラバなどが運行している。また、ユーロラインズなどの国際バスはアムステル駅、バスターミナルから発着している。アムステルダム港は、 外交船が通行できる北海運河によって北海と結ばれている。市街地中心部を網の目状に張り巡らされている運河は各所の高門を経由してアムステル運河や北海運河と接続されいる。また主要な運河を横切る道路や鉄道路線の橋は跳ね橋のような可動橋となっている。運河は観光用のクルーズ船が運行されているほか市街地中心部と 市北部の間のアイワンを横断するフェーのみは無料で運行されている。アムステルダム市内には市街地中心にあるフォンデル公園をはじめスローテル公園、レンブラント公園、ベアトリクス公園、アムステル公園など多くの公園がある。また、隣のアムステルフェエン市との間には935ヘクタールの広大なアムステルダムセボスが存在している。 市の南東部には5万1859人収容のドーム型競技場であるアムステルダムアレナがあり、サッカーエールディビジの競合チームであるアヤックスアムステルダムが本拠を置いている。1928年にはアムステルダムオリンピックが開催された。アムステルダムは以下の都市と姉妹都市関係を結んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。